モンチャンネルだよ。こんにちは、僕はココアです。この家に来て15年、パパさんと同じくらいのおじいさんです。パパさんもおじいさんなんだね。当然ですが、ママさんもおばあさんです。子供の時にこの家にやってきて、この家の警備係をして早15年。まだまだ元気です。梅雨も明けて夏本番ですね。皆様方は元気にお過ごしですか？僕はこの暑さが嫌いなので、ソファーの上で少しダラダラしていますよ。扇風機もつけてくれているので、とっても気持ちいいんですよ。大学生の僕の子分が二人いますが、怠け者どもはお腹が空かないと下に降りてはきません。まあ言うなれば、この時間は僕ののんびりタイムですね。ぐー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 。もうすぐお昼になります。今日も平和な一日です。おー、なんだ？ワン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 、ワン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 、誰か来たぞー。僕が、大好きな生協の人が配達に来たぞー。ココア君、心臓が悪くなっていますから、あんまり、興奮してはダメですよ。パパさんが、僕の大嫌いな口輪を持ってきたぞー。それを出されたら、吠えられないじゃないですか。ワン、ワン、吠えたいなー。生協さん、帰ったかなー。パパさん、もう吠えないから、口はお下げてくださいよ。僕は、それが嫌いなんです。ココア君、そんなに興奮しないでくださいね。不整脈が出ちゃうと、寿命が縮んじゃいますから。何を言ってるの？僕の仕事はこの家を守ることだよ。一生懸命に吠えないとダメでしょ。ワンワン、ワンワン、ワンワン。パパさんは、テレビでオリンピックを見ていますよ。皆さんはオリンピックを見ていますか？こんなに暑い日はお散歩にも連れて行って、もらえないだろうし、お散歩行きたいなぁ。僕は、時々、お散歩に行ってる夢を見るんだよ。ママさんと子分のお兄ちゃんと、近所を、歩き回るんだよ。ココア様のお通りだーって、感じだよ。お散歩行きたいなぁ。僕の仕事は、ママさんの護衛です。いつも、ついて行ってママさんを危険から守ります。いつも、ママさんとは一緒にいます。だから時々間違えて蹴られたりする時もありますが、そんなことには負けません。いつもママさんの後をついて回ります。パパさんのそばに来たら、マッサージしてくれたので、ちょっぴり、背中のコリを揉んでもらいました。パパさんは、子供の頃から、よく、背中を撫でて、くれたので、僕のお気に入りの場所がわかっているので、撫でてもらうのは、大好きです。ココア君、だいぶ毛が伸びてきましたね。夏だから暑いでしょうね。ワンちゃんバス、呼びますか？ワンちゃんバスとは、ペットショップが運営している、バスのことです。カットをお願いするとワゴン車で、迎えに来てくれるんだぜ。便利なサービスだね。そうなんだぜ。以前は自転車のカゴに乗せたりして、寒い日なんかは美容院まで行くのが大変だったのぜ。車だけで運べるとは限らないから、犬にも辛い思いをさせるのぜ。高齢犬になったココアには本当に助かるのぜ。それで美容院をワンちゃんバスに変えたのぜ。トイプードルは毛が抜けなくて、部屋で飼うには本当に良い犬だけど、最低でも年に4回くらいは美容室に行かないとダメなのぜ。僕もおじいさんになったのかなー。1時間くらい立たされて毛を切られるのは辛いなー。お風呂に入れてくれるのは気持ちいいんだけど。ママさんはどうしているのかなー。ママさんも心配だけど、こちらも気持ちいいのでやめられません。ココア君、パパさんもそろそろ疲れてきたのでやめても良いですか？だいぶコリが取れました。伸びちゃいましょう。満足、満足。ココア君、ママさんのことは忘れていませんか？だいぶリラックスしていますね。天国じゃー。
スフィンクスのポーズ。エジプトのスフィンクスは、トイプードルだった説あります。嘘です。ごめんなさい。それにしても変なポーズですね、ココア君。ママさんがお買い物に行っちゃいました。僕も行きたかったな。心配だな。僕がついていなくて大丈夫ですか？なかなか帰ってこないなぁ。しばらく寝て待ちましょう。もしかしたら、美味しいお土産を買ってきてくれるかも。早く帰ってこないかなぁ。僕は、グルメだからドッグフードだけでは食が、進まないです。今日は、ママさんがお魚の味をドッグフードに、混ぜてくれました。ドッグフードだけよりかは、味がして美味しいけど、やっぱり、お肉が食べたいな。ココア君、お医者さんからお肉をあげてはダメですよ、と、言われているんですよ。かわいそうだけど、我慢してくださいね。うん。でもやっぱり、お肉が食べたいな。残して、ごめんね。ご視聴ありがとうございました。僕の動画はどうでしたか？気に入っていただけたらいいねボタンを押してくださいね。次回も見てくれる方は、チャンネル登録もお願いします。